にちは、くまみきです。今日はまた一日のね食事をやっていこうかなと思うんですけど、今回はこちらを食べていきます。じゃーん。この度オイシックスさんからくまみきスペシャルセットが発売されることになりました。わーい。テーマは新生活が楽しくなる簡単おしゃれミールセットということで、私チョイスの美味しくって、しかも見た目もおしゃれなね中身をこう選んで、わがままチョイスで作らせていただきました。ありがとうございます。まあオイシックスさん、もともと有機特別栽培の野菜とか使ってたりして、結構おしゃれだなっていうイメージはあるかと思うんですけど、その中でも本当にこれめっちゃおしゃれじゃないみたいな、もういい感じで、しかも見たらめっちゃ私好きそうみたいな中身が入ってます。一人暮らしの方も主婦の方もね、みんなそれぞれ忙しいと思うんですけど、お手軽簡単に料理が作れるスペシャルセットになっています。しかもこちらがお試しセットとして5600円相当が送料無料の1980円で購入可能となっておりますので、ぜひ最後までご覧ください。というわけで中身をね紹介していきたいと思います。箱の中にたっぷり入ってますよ。まずはこちら、ジューシーそぼろと野菜ビビンバ、そして小ネギと海苔、豆腐の韓国風スープのセットです。こちら2人前入っております。これでね簡単に料理ができるってやつ。ビビンバ家で作ると大変だからね。そしてもう1個がこちらです。爽やかな香り、鶏のレモンクリーム煮とキャベツとヤングコーンのオイル蒸しのセットです。シャレとるでしょどっちもね20分以内で主菜と副菜の計2品が完成するということで、もうこれで献立悩まなくていいです。で、食材も余らないので無駄がないセットになっています。本当もうこれ使ったら簡単に作れちゃうので、そもそもお料理したことないわとか、これからお料理始めてみたいけど何からやったらいいか分かんないっていう方には、こういうセット使うとすごくいいかなと思います。私ももともと全く料理できなくって、その頃にねこれに出会ってたらよかったなってすっごい思いました。そして私といったらお菓子作りも大好きです。というわけでこちら入れていただきました。グロテッドクリーム入り英国風スコーン、おしゃれでしょこれおやつでも OK だし、朝食としてもね楽しんでいただけると思います。で、これと一緒に楽しんでほしいのがこちらになります。果物、砂糖、レモンだけで作ったいちごジャム。こちらオイシックスさんとタルマサ本店さんの共同開発のいちごジャムです。スコーンと一緒に食べてもいいし、あとヨーグルトに入れたりとか、パンケーキの上からちょっとかけたりとか、すごいいろいろな使い方できると思います。続いてはこちら、オイシックスリーフベビーリーフミックスです。こちらが小松菜、水菜、ルッコラ、ほうれん草、ビート、レッドリーフっていろいろ入ってます。で、サラダとして楽しんでもいいし、なんかサンドイッチとかに挟んだりしてもいいと思います。で、私はサラダで食べたいなと思ってこちらも入れていただきました。コロンと真っ赤な情熱トマト、すっごい綺麗な赤のトマト。で、サラダにしたいなということでこちらです。オイシックス限定リンゴとグレープシードオイルドレッシング、これ1回ずつ使えるようにね小分けになっています。お弁当とか持ってくよって方だったらね、これで持ってけるからいいよね。こちらをかけてサラダにしたいと思います。そして大好きな果物も入れてもらいました。こちらもっちりさっぱり有機栽培バナナ、ちょっと開けますね。こちらメキシコ産の有機栽培バナナで、みんなあれって思うかもしんないけど、まだねちょっと青いんです。これあえてちょっと青い状態でお届けしているみたいで、お家に届いた後常温で保存しといて熟すのを待ってから食べましょうっていうバナナで、すごいさ、いろんなの届くからさ、あ、食べなきゃってしてるけど、バナナは何日か待ってから食べるから、届いてから長いことオイシックスを楽しめるみたいな感じで、ちょっと時間差で楽しむのすごいいいなって思いました。ちょっと今回動画撮ってる間には熟しきらないかなと思うので、こちらはね後で楽しんで食べようと思ってます。というわけで以上のセット5600円分相当が送料無料の1980円でご購入可能となっております。で、これ期間限定の発売になっていて、動画
動画をアップしている今日4月1日木曜日から4月29日木曜日の9時59分までの期間限定発売となります。お試しセットは1回のみ購入可能で売り切れる場合もあるので、気になる方はお早めにチェックしてみてください。詳細は動画概要欄に載せておきます。ということで、まあ、本来だったら夕飯これにしようみたいな感じで分けたりとか、ランチに使おうって分けたりとか色々できると思うんですけど、今回贅沢に3食オイシックスを楽しんで過ごしたいと思います。でもう今撮ってるのお昼で、これからお昼ご飯なので、お昼、おやつ、夜ご飯、朝ご飯って感じで一日の食事として撮っていこうと思います。というわけで今日のランチは鶏のねレモンクリーム煮作っていこうと思うんですけど、まあこれ2人前入ってて、私みたいに一人暮らしの方だったら1回作っちゃって今日のお昼とあと明日のお昼も食べようとかできると思うんですけど、今日アシスタントのりんちゃんお家に来てくれてるので2人でね食べようと思います。まかない飯ですね。中身はこんな感じで入ってます。カットしてある野菜もあってね、すごいありがたいです。これスーパーで買い出しするのも大変だからめっちゃ助かるよね。下準備として野菜は洗いました。玉ねぎ1センチ幅で切ります。じゃがいもは皮を剥いて1センチ幅の半月切り、縦に半分に切って1センチ。あれ、私なんかちょっと薄めに切ってる気がする。まあ、いっか。でじゃがいもはラップをして電子レンジ500ワットで1分加熱します。で鶏肉はですね、なんと切れてます。楽ー。これを水気を切ってビニール袋に入れました。ここに小麦、あ言ってない、小麦粉小さじ2入れてまぶします。小麦粉はお家にあるやつなんですけど、ちょいちょいねお家にある材料も使うんだけど、だいたい家にあるやつ、小麦粉とか油とかコンソメとか、なんか割とね家にある調味料でできるので、その辺もすごい楽ちんです。そしたらここから食材を炒めていきます。フライパンにサラダ油入れて熱して、さっきの鶏肉、玉ねぎ、これで一旦炒めます。早くもねいい匂いがしてきました。ここにしめじ、さっきのじゃがいもを入れて、お塩2つまみ、それでまた炒めていきます。でレシピがついてるんだけど、これめっちゃ丁寧で何分炒めるとか書いてくれてるの。お料理初心者にはありがたいよねこういうの。そしたらここにセットで入ってた料理用クリーム、お水 50cc、 コンソメ、お塩を入れます。そしたらさっと混ぜて蓋をして中火で8分から9分ぐらい、じゃがいもに火が通るまで煮込んでいきます。お鍋にオリーブオイル、キャベツ半分、ヤングコーンも半分、塩一つまみ。今のと同じターンをもう一回やります。キャベツ切ってくれてんのはマジでありがたい。そしてニンニク、お水を加えて蓋しちゃいます。でこちらも弱火で8分ほど蒸し煮にします。でたまに蓋開けてあげて全体的にねかき混ぜながら作っていきます。2回ぐらいかな。おじゃがの方はね、ふぅ、美味しそう。しっかり火が通って、爪楊枝プスッと刺しても、スッと通るようになりました。これで完成です。オイル蒸しの方も、わー、お野菜が綺麗な色になった。これでね、完成になります。で、最後、こちらのクリーム煮の方は、パセリを散らします。で、レモンを添えて、完成です。はい、というわけで出来上がりました。美味しそう。爽やかな香り、鶏のレモンクリーム煮とキャベツとヤングコーンのオイル蒸し。むしゃのじゃないよむしゃのじゃないよ。むしゃのじゃないね。いただきます。めっちゃ美味しそう、ね、パセリさ、写真だとさめっちゃ細かくさ散らしてんのにすごいなんかペー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 でもほらちゃんとしたパセリだから。そうね、そうね。レモン絞ろう。なんかすごいオレンジみたいなレモン。すごいよね、私もオレンジかと思った。いただきます。いただきます。うん、うまい。おいしい。うん、うん、あ、好き自分で作りながらすごく褒めたい偉いぞ。
美味しそう。チキンめっちゃ柔らかい。うん、クリーム煮はさ、うん、たまにさ、うん、もったりするけどさ、うん、レモンかけるとすごい爽やかね。ね、やろう。やろう。これさ、レシピさ、うん、ちゃんとさ、うん、また作る時用のレシピ書いてあるから、うんうん、材料これ買ってきてこうやって作れって書いてあるから、うん、再現できるよ。優しいね。うん、キャベ、キャベ、オイル蒸し、給食の味がする。懐かしい。美味しい。美味しい。ヤングコーンとか自分で買わないからさ、確かにすごい新鮮なんだけど、うん、他の野菜でも応用できそう。確かに。これ無限のやつだわ。無限だね、うん、美味しい。いい。普段作んないやつもさ、これで作れるから勉強になるわ、うん、ね。デリ系の肉料理とかの付け合わせにあってほしい。やろ。キャベツのさ、うん、カットの大きさがすごいちょうどよくない？うん、もともと切れてるの。うん、もともと切れてるの。なんか結局さ、料理ってさ、うん、調理はいいんだけど切るのめんどくさいじゃん。もうなんかじゃがいもとかは自分で切ったんだけど、うん、キャベツとかしめじとかなんかそのままえいって感じだったから楽。あの散らかるじゃんキャベツ切ると。わかるわかる。それがないから楽だったよ。めっちゃいい。おもてなし料理にもなるわこれ。なんかね、うん、続いてはおやつのスコーンを作っていきます。この中に入ってるのがトカチブランミックスナチュラルホットケーキっていうなんかおしゃれなホットケーキミックスとクロテッドクリーム。クロテッドクリームもなんかおしゃれすぎて今ついてきてないぞ。で、お家で用意するのがバター 50g と牛乳 50cc です。まずバター耐熱容器に入れてるのでラップしないで 500W のレンジで1分チンします。あ、いい匂い。バターね、1分チンしないでも1日のレンジだと溶けきったので、ちょっとご家庭のレンジによって時間調節した方がいいと思います。こんな感じでね、しっかり溶けました。で、大きめのボウルにホットケーキミックスでクロテッドクリームを 20g 入れました。ここにさっきの溶かしバターと牛乳も入れて、ある程度一塊になるまでゴムベラで混ぜていきます。もう最初から材料ボンボンって入れちゃうんで簡単ですね。うん、すぐひとまとまりになった。そしたら生地をラップをしたまな板の上に出して、手のひらを使って押し広げる。で、半分に折ってまた押し広げる。これを20回繰り返すそうです。こちら20回やった後、生地をね 16cm×8cm の長方形にしました。これを8等分にカットします。はい、こんな感じで天板の上にクッキングシートを敷いて並べました。これで室温のまま 3〜40分寝かせます。はい、30分経ちました。そしたらですね、こちら分量外なんですけど牛乳をね表面に塗っていきます。あとね、生地寝かせてる間にオーブン180度で予熱しておきました。これでね18分から20分焼いていきます。3、2、1、焼けました。あ、いい感じ。はあ、ちっちん、いい感じ。いい感じのきつね色に焼き上がりました。もうすっごい部屋中いい匂いです。もう普通に触れるぐらい冷めたんですけど、せっかくなので飾り付けしてみたいと思います。半分に切ります。ここにさっきのクロテッドクリーム、そしてこちらいちごジャム乗せちゃいます。あ、すごい、ほらゴロッと果肉入り。果肉見せる感じで乗せよう。いやー、贅沢。うわ、美味しそう。というわけでスコーン完成です。うわー、キラキラして美味しそう。これでおやつタイムにしたいと思います。ハンバーガーみたい。あ、ジャムが、ジャムが、あ、ジャムが、ジャムが。いただきます。サクサク。ほんと。うん。美味しい。美味しい。ジャムうま。ジャムやばいね、これ、ね。ちょっと甘さ控えめだからさ、このジャム。うん。リン好きそうだなって思った。うん、めっちゃ美味しい。うん。パンケーキミックスにブラン？うんうんうん。入ってるから普通のとちょっと違う感じ、うん、香ばしいっていうの、なんていうの、うん、香ばしい。おしゃれな感じ。紅茶と合うわ。
物欲しげな顔をしているもんじゃのじゃないよ。食べたいね、うん、2人して食べてね、うん、それでは今日の夜ご飯じゃん、ビビンバとスープです。これは前にね、動画で作ってるとこも出してるので、ささっと紹介します。まず洗った野菜を切っていきます。小松菜とニラ、そしてえのきです。あと小ネギとお豆腐、この2つはスープ用です。人参はなんとカットしてあります。これビビンバ用なんだけど、楽ちんだよね。そしたらフライパンにごま油熱して、人参、えのき、そぼろを加えて炒めます。で、さっきの小松菜とニラを加えて、また炒めたら、ナムルのタレを加えて混ぜる。豆板醤は辛いの2人とも苦手なんでやめときます。これでビビンバの具は完成。で、スープは食材を煮て、海苔ちぎって入れて、ネギとか醤油とかちゃちゃっと入れたら、はい、これで完成です。ビビンバに温泉卵トロトロで最高。はい、というわけで完成です。ビビンバとスープ、みたいのじゃないのよ、ダメ。温泉卵付きはめっちゃ嬉しいよね。わあ、トロトロ美味しそういただきます。美味しそう、うまっ。美味しい、うん、辛いの入れなかった2人して辛いの苦手でよかった。野菜いっぱい、うまい。助かる、助かる。自分でビビンバ作ろうとするとさ、うん、野菜いっぱいいっぱいいっぱいだからさ、うんうん、揃えるのもめんどくさいし、だからね、こういうのが楽でいいわ、うん、切るのも大変な、うん、野菜の千切りってすっげーめんどくさいじゃん小松菜とかはさ、うん、いいの自分で切っても、そう、ざんざん人参よ自分で切ったら太さバラバラだもん間違いないわ間違いないわ、絶対的に見た目が綺麗に仕上がるのがめっちゃ嬉しい、うんうん、最高。あ、うめぇうめぇ、海苔がさ、トロトロで美味しい、うん、ね、うまい、超うまい、うん、ああ染み渡る。おはようございます。今回もガチ寝起き、朝ごはんを作っていきます。朝ごはんサラダにしようと思うんだけど、このオイシックスリーフと情熱トマト、あとこれね、オイシックス限定のリンゴとグレープシードオイルドレッシング、これ使ってサラダ作ります。で、ちょっと私タンパク質も摂りたいなと思ったので、ゆで卵作りました。で、あと昨日のスコーンがねあるので、これも食べようと思います。温めよう。じゃーん、スマイルモーニングセットサラダをね、顔にしてみました。色鮮やかな朝ごはんの完成です。ドレッシングかけていただきましょう。いただきます。ドレッシングがね、爽やかな香り、うん、おいしい、うん、うん、あ、トマトが濃い、ほぼフルーツ。私もともとがね、結構野菜嫌いな人なんですけど、このトマトめちゃめちゃ甘くて食べやすいと思います。私トマトって食べれなかったんですけど、食べれるようになって、でも美味しいトマトじゃないとあんまり、あんまりなのでもこのトマトは本当甘くて美味しいです。あとはサラダ食べ進められるかっていうのはドレッシングが決め手になるんだけど、このドレッシングもすっごい美味しくてね、野菜とか苦手だよって人ちょっと試してほしい。スコーンもいただいちゃいます。うん、オーブントースターで軽く温めただけなんですけど、昨日の作りたてと同じようなサクサク感しっかり戻ってきてて、ほんと作りたてと同じです。美味しい。いや、朝ごはんスコーンとかおしゃれすぎません？このスコーンほんと朝食でもおやつでもいけるんで、選んでよかったなって思います。ごちそうさまでした。美味しかった。こっそりスコーンおかわりしましたなんかホットケーキミックスで作るお菓子ってさ、ホットケーキミックスで作った
味するじゃん。わかる、伝わる。でもなんかそれがないんだよね、すごい本格的な味で。ちょっとこれはぜひ体感してほしい。あ、ちなみにバナナね、少し黄色くなりました。まだちょっと青いかな、やっぱもうちょっと置いてね、食べようと思います。はい、というわけで以上が私が選んだオイシックスのスペシャルセットでございます。もうどれもおすすめ、ほんと美味しかった、幸せな一日だった。皆さんどれが食べてみたいか、ぜひ動画のコメントの方で教えてください。で、この動画の概要欄の方に今回のセットの詳細貼っておくので、気になる方はぜひチェックしてみてください。もじゃも朝ごはん食べたの。もじゃも食べました。はい、というわけで今日の動画はこれで終わりにしたいと思います。楽しんでいただけたらグッドボタン、そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それじゃバイバーイ。ちゅやだ今。それでは最後に今日のリップとお洋服紹介します。お洋服がこちら GU のワンピースです。そしてリップがフジコのニュアンスラップティント2番サンゴローズです。というわけで最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。